はい、それでは今日も読書レビューをしていいいきたいと思いますでこのチャンネルでは私が1日1冊を目標に本を読みましてその内容をこういった形で動画でレビューをしていくというチャンネルになっていますで読むことが多いのは、まあ、主にビジネス書が多いですでその他にも心理学の話であったりとかまた習慣化継続化についての本 最近はお金とか資産形成投資についての本も読んでますのでもしご興味を持っていただける方がいらっしゃればチャンネル登録および再生リストから動画を再生していただけるだけでも非常に嬉しいです。はいで今日はこの「大人のための国語ゼミ」というタイトルの本をご紹介したいと思います。 でえー、とこの本はですねたまたま私最近ちょっとこう文字文章を書く機会がありまして、まあ、その中でまあ文章を書くということはどういうことかっていうのをまあちょっと一回基本的に基礎的なところから学んでみたいと思って購入した本です。で、えーとまあ、中身としてはですね、えーとまあ、タイトルにあるんですけども「まあ、大人のための国語」。 を。まあ教えてくれる本でえっ、ー、とまあ皆さん子供の頃ですね。小学校、中学校ぐらいでえっ、ー、と国語の授業ってあったと思います。で、私もですね。思私は思ったんですけれども。その？ 日本人なのに国語っていうのを学ぶっていうのはどういう意味があるのかっていうことをまあ、あの何度か感じながらそういう授業に参加をしてたんですけども、まあ、特にですねその単に文章を読むとかまあ、漢文古文を勉強するとかそういう内容ではなくて、えー、例えば「集語術語」であったりとか「まあ、接続詞」とかそういうものっていうのは、えー、となんか日本人だから当然使いこなせてる。 はずなのになんでわざ,わざわざ学校で勉強するんだろうっていうことをまあ感じましたでそれをですね、まあ、今になってようやく勉強するというような内容かなということを感じましたで恥ずかしい話自分自身、えー、もう30代になってですね、えーとまあ、こういうその言葉の使い方っていうのを改めて勉強してみて、まあ、やっぱりあの授業は必要だったなともう少しちゃんと聞いておけばよかったなということをまあ感じさせられる、まあ、非常に素晴らしい内容を含んだ、えー、いい本でした で今日は3点ポイントというか、まあ、私が、えーまあ、メモとして、えー、心に留めておきたい内容をご紹介したいと思います。で、えー、とまず1点目の内容なんですけれども、えーとまあ、その文章を書いたりとか、えーまあ、場合によってはこうやって動画で動画というかまあ人に話をする場合ですね、えーとまあ、どの部分が内容の本質なのかっていうところをまず見極めましょうということが書かれています。 でどういうことかというと、まあ、基本的に文章にしても、えー、動画にしてもですね、えー、まあ多くの場合はだいたい動画の尺、まあ、講演のこう話す内容の尺であったりとか、まあ、文字数っていうのが決まっていますので、えー、とまず自分が一番言いたいことは何なのかっていうことをまあ理解する必要があると。 でえーまあ、例えば私が今こうやってお話しているんであればこの「国語ゼミ」っていう本のレビューをするということが、まあえー、主目的です。でそれ以外にももちろんお話を膨らませようとすれば、えー、例えば私は小学校の時にこういう授業を受けましたっていう話の膨らませ方ももちろんあります。ですがそれは内容の本質的な伝えたいことではなくてまあ付加情報として、まあ、あの周辺情報として伝えたい情報ですよね。でそれをまあしっかり区別をすると。で、えー、とまあ例えば文字数であったりとか時間が 許せばさらにその小学校の時にまあ具体的なエピソードとしてこういうエピソードがありましてっていうのを、まあ、周辺情報2として付け足すことができるとでこういったことを自分が文章を構築する時にまあ、意識をしていかないと、えー、その周辺情報1から22から33から4っていうふうに膨らんでしまったりとか周辺情報1の11の21の3っていうのばっかりこう説明をして、えー、本質的に伝えなければならない内容っていうのがわかんなくなってしまうよということが書かれてます。 でそれをまあ見極めるためにこの本の中では、えー、例えばまあ200文字ぐらいの文章が書いてあってそれを20字以内でまとめなさいとか、えーまあ、50字以内でまとめなさいでこれは同じ文章を使ってその同じ100文字から20文字100文字から10文字100文字からえ60文字っていうような要約をさせるまあ質問というかあのクイズなんていうんですかね、えーとまあ、練習問題がここに入っていてで非常に面白いです。でどういううういいいこととかっっっててつまり今私が言ったようにその持っている尺長さ によって、えー、どれぐらいののを書くのかで、まあ、たくさん書けるんであれば、えー、基本的なその本質的なところから膨らませていくっていうその様子をです、ね、自分で体感できるので非常に面白いと思います。で、まあ、最近私は本あの論文を書く機会があったんですけれども、まあ、その中でもです、ね、やっぱりその本質は何なのかでそれを理解を助ける情報として何なのか、まあ、この辺をすごく意識することで、まあ、文章がこう何て言うのかな力強く、えー、あなるなということを、まあ、痛感していて、まあ、非常にあの勉強になりました。 で二つ目はですね、えっ、ー、と文章の接続をすごく意識しなさいとしっかり意識しなさいということですね。でこれはどういうことかっていうと、えー、まあ、日本語にはですね、さまざまな接続接続語があります。例えば、えー、しかしとかすなわちとか、まあ、今例えばって言いましたけれどもこの例えばも接続語です。でえっ、ー、とこの接続語が持っている意味っていうのを、まあ、正しく理解をして、えー、使いこなすことが必要ですと。 でそれはなぜかというと,、えー、とも接続詞はまあ基本的に、えー、と前の文章と後ろの文章をつなぐ時にどういう関係なのかっていうのを示す意味を持った、えー、言葉です。でこれを間違って使ってしまうとやっぱりその前後の関係が正しく説明できなくなって、えー、論理構成が崩れてくるということですね。で一番よくない例としては、えー、とこういう、えー、と例えば、えーまある文章を説明するんですが えー、その文章を説明する時に接続詞が必要なんですが、えー、その接続詞を適切に使えないことが多いということが挙げられるんですがとか今ちょっと意図的に使ったんですけれども「何々ですが何々ですが何々であって何々が」 あ何々です「が」何々ですがとこうあのがっていう言葉っていうのは曖昧に使うとですね非常に便利に使える言葉なんだけれどもそれによってこうその前後の関係がしっかりしないままどん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 話だけが長くなっていくとでこれが非常によく見られるまあ、悪い例だというふうに書かれてました。で今のところまあ聞き返していただくとよくわかると思うんですけれども非常にこう内容が分かりにくいまあちょっと今、まあ。 考えながら喋ったので、えー、と詰まったり詰まったっていうのもあるんですけれどもやっぱり内容がすごくわかりにくい上に、えに、ー、関係性を整理せずに書く方しゃべる方も、えー、書くしゃべることになりますのでどうしても内容として薄くなるる浅くななとということがありますなので、まあ、しっかり自分が言いたいことは何かっていうのを考えてその前後の論理構成がどういうふうになっているかということを意識した上でえで、ー、正しく接続書を使うと、まあ、これが文章を書いたり、えー、まあ喋ったりする時に重要だということが、えー、説明されています。 でまあ、私自身もこうやってお話をしてるんですけれども非常に重要だなということをまあ改めて反省させられましたそれでは3点目をご説明したいと思いますで3点目はですね私が理解できてなかったところがスッキリしたという意味でもしかするとまあ一般的な知識かもしれませんけれどもご紹介をしますでそれは因果関係と論証っていうものの違いについてです でまあ、あのこれまで「論証」という言葉はですね私も何度も耳に、えー、していたんですけれども、まあ、恥ずかしながらその意味が分かってなくて、まあ、この本の中でその因果関係と論証の違いとして説明されていて、まあ、腑に落ちたので今日ご紹介をしたいと思います。でまず因果関係っていうのは、まあ、あのお分かりかと思いますけれどもその原因と結果っていうのを、えー、説明する内容です。で、えーまあ、何がどうなって、えー、こういう結果になっているのかその仕組みについて、えー、答えているものが因果関係です。 例えば、えー「なぜ鼻水が出るのか」っていう質問に対して花粉が飛んでいるからだ、まあ、これが因果関係ですね、えー、つまり今、まあ、ある物事が何によって引き起こされたのかを説明する理由が原因であるとなので原因と結果がセットになってるのが因果関係ですということが書かれてますでこれは私も理解をしていましたでそれに対して論証っていうものは、えー、どういうものかっていうとこの本の中で例が挙がっているのはなぜ歌舞伎を見るべきなのか それに対して日本の代表的な伝統芸能だからだという理由がまあ,あの書かれています。でこれはえっとある主張の説得力を増すために述べられている理由として、えー、まあその日本の代表的な伝統芸能だからっていう風うに書いてあるんですけども。 まあこういう関係を、えー、論章というふうに言うそうですでつまりその根拠を示して、えー、推測や意見に説得力を与えるとまあこういうことを論章というふうに言っているそうですまあその歌舞伎を見るべき理由っていうのはまああのいくつもあると思いますで必ずしもその日本の伝代表的な伝統芸能だから歌舞伎を見なきゃいけないというのは因果関係ではな,ないですと、えー、まあもしこれが因果関係だというふうになるともうその 日本の代表的な伝統芸能は全部見なきゃいけないというふうになるんですけども、まあ、ここではあくまで、えー、その歌舞伎を見た方がいいよっていう、まあ、意見に対して、まあ、説得力を与える形で、えー、理由が書かれていると、まあ、こういう関係性が論調というふうに言うそうです。はいまあ、あのもしかしたらもしかしたらというか、まあ、ご存知だった方は当然ご存知だったかもしれませんけれども、まあ、あの自分は改めて勉強させていただいたのでご紹介しました。 でまあ、この本を読んでですねあの初めにも言いましたけれどもやっぱり子どもの頃の,あの言葉についての勉強っていうのをもう少しきっちりやっておけばよかったなというふうに感じますし、まあ、自分自身まあ年を経るに従ってですね、まあ、対外的に文章を書いたりとか、まあ、何か人に物を伝えて人に動いていただかなきゃいけないっていうような経験がまあ増えてきました、まあ、そういう中で、まあ、こういう日本語、まあ、日本人としてですね日本語っていうのをまあきっちり学んで使っていくということは非常に大切だなということをまあ改めて感じさせていただく一冊でした。 はい、えー、今日は以上になります。あのもしよろしければあの、チャンネル登録していただいたり、また再生リストから動画を再生していただくだけでも、まあ、非常に励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。であとは、まあ、読んでほしい本とかあればですね、えーあの、コメント、アドバイスいただければ、あの必ず,、まあ必ずまああの、基本的には読ませていただくようにしてますのであの、コメント欄等ですね、コメントいただければ嬉しいです。ははい、今日は以上になります。